長里ゆうきのうさぎチャンネル。どうも皆さんこんにちは、長里ゆうきです。さて今回はですね、準決勝イングランド対オーストラリアの試合について考察していきたいと思います。あのですね、3位決定戦のね、オーストラリア対スウェーデンの試合はもう終わってるんですけど、今から準決勝の考察動画を撮っていきたいと思います。もうね、私もですね、バタバタしておりまして、今遠征でちょうどオーランドに来ていまして、明日試合なんですけれども、まあ昨日移動日で、で来客もあって、なかなかねこう動画を撮るタイミングもなくてですね、今になってしまっているという感じです。でその来客がですね、なんと山田神だったんですよ。そうで、今山田神ですね、サンディエゴに試合を見に行ってるんですが、なんかね、ハリケーンの影響で2時間、キックオフ時間が早くなって、急にで、なんかそれでかなりバタバタしてるみたいなんですけれども、なんかニューヨーク、ハリケーンが来てるサンディエゴに突っ込んでいきました無事に帰還されることを祈ります。はい、ということで、はい、早速試合の考察に入っていきたいと思います。イングランドですね、で 3-5-2、 オーストラリアは 4-2-3-1 で、守備陣に 4-4-2 に変形するといった形をとっていました。で、イングランドの 3-5 にも2シャドウ2トップっていう形で、ボックス型のシステムを起用していますね。はい、試合全体としては、巧みに戦ったイングランドで、勢いでなんとかしようとしたオーストラリアっていう感じだったんですけれども、そんな試合だったので、メモもねこう1枚で終わってるんですけど、なかなかタフなゲームだったとは思います。最初に決定機を作ったのはイングランドだったんですけど、前半8分ですね、左サイドのちょっと後ろの方から縦の斜めのボールですねが背後に入って、それをね2列目から飛び出した8番のスタンウェイ選手がね決定機を迎えたんですけども、あの角度からボールが来て、でキーパーに弾かれてコーナーになったんですけど、ファーに打てよって思った人結構いたと思うんですけど、ファーに打つの結構難しいです。で、キーパーの位置を確認するのって、首を振るタイミングだとか、目で確認するタイミングを間違うと、ボールを絶対に蹴り損ねます。はい。あれは。で、なので多分、スタンウェイ選手は、完全にもうボールに集中しようっていう選択を多分取ったと思います。で、ゴール見てる、多分余裕はなかったと思います。何の角度から来てたので。で、もし、あれで改善するとしたら、もう完全に賭けに出るかっていう感じですよね。もうキーパーがあの時点で、もう、ニアにいるっていうことを想定したイメージと、あとゴールの位置ですよねが把握できていて、で、あのままファーに流すっていう、結構でも高度の高い技術なんですよね、ファーに流すの。あれなので、あれはちょっと仕方なかったかなっていう感じはします。当てただけすごいです。はい。で、オーストラリアは基本的にもうサムカーンのカウンター狙いだったので、それ以外の攻撃の狙いだったりアイアっていうのは、あまり見られなかったなっていう印象はあります。結構イングランドがですね、左ウィングバックの9番レイチェル・デリーがですね、いい位置で結構受けてるんですよ。で、そこで受けながら、その縦パス入れるタイミングだったり、斜め前方方向にこう侵入していくタイミングを結構伺ってたんですけれども、で結構チャンスになる形っていうのは、その9番がワイドで受けて中にこう切り返していった後に、10番が高い位置でこうね素早いサポートからその2トップに当てるパターンだったり、もしくはそこから逆サイドにへのアーリークロスですよね。それが結構狙いだったのかなっていう感じがありましたし、あそこのポケットで10番が高い位置で、素早いサポートっていうのができてない場合は、しっかりやり直して後ろにまたつないでボールを動かしていくっていうのができてたのかなっていうのはあります。予想通りイングランドがねボールを保持する展開だったんですけれども、で、そのビルドアップに対してオーストラリアの守備っていうのは、そのイングランドの右センターバックの16番狙いですね、そこでそのミスを起こさせようとした狙いだったり、そこでボールを奪い切ろうっていう狙いは、見られたかなというふうに思います。その中8
分にあった決定機から、まあ、あまりその決定的なチャンスを作れずにいたんですけれども、まあ、35分にですねイングランドは左サイドスローインから、10番がゴールを決めたんですけれども、あれもまあ素晴らしいゴールでしたね。まあそこからあのシュートを打ってで10本中10本入るかっつったら、まあそういうシュートではないゴールでしたよね。まあ、10本中1本入ればいい方だろうっていう本当に素晴らしいゴールだと思います。力もまあ抜けてましたし、力みのない素晴らしいシュートだと思います。あの決めたいっていう欲がなかったっていうか、普通決めたいってなったらブワーンって思いっきりシュート打つじゃないですか。まあそのあれがなかったんで、まあ本当にそのね来たボールに対してこう反応したっていう感じで、無駄な思考がなかったんじゃないかな、無駄な感情ですねがなかったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあ、あの崩しも多分その触れなかったあの11番に合わせようとしたのがたまたまこうこぼれてきて、まあ、10番に行ったのか、もしくはそもそも10番を狙っていたのかっていうのは分かりませんが。まあ、結果そのねスローインから肩崩す形っていう風になったんで、まあいい時間帯でイングランドね取れましたね、先制点が。まあ基本的にまあイングランドはね基本技術がやっぱ高いですし、こう超短のパスの精度もやっぱ正確ですし、ほんとまあ少ないタッチでこうシンプルなプレーをねが徹底されてるなっていうのはありますし、まあそれは多分監督がもうちゃんとやってるんだろうなっていうのはありますし、まあタックルとかチャージのそのイングランドっぽいその汚さっていうのももちろんありましたし、まあ実際にイングランドでプレーしたことがあるんでわかるんですけど、本当に足にタックルに来るんですよね、ガチで。で本当に避けないと怪我をするっていうぐらいガチなタックルがこう来るんで、そういうねダーティーさっていうか汚さですね、日本語で言うと、まあそういうのもあのイングランドらしさ、国民性がすごく出てたなっていうふうに思いました。でまあ後半に入ってから、まあ、オーストラリアも結構またねやっぱり1点ビハインドなので前から行くようになりまして、でまあボールを奪ってボールを保持できるように少しずつやっぱなってきましたね。でただそのボールを保持できるようになったとはいえ、その一人一人の距離がやっぱちょっと遠いので、まあ、特に前線の4人ですね。なので、まあ、出されたらボールがこう出されたら嫌なところにこういなかったりするんですね、一人一人のやっぱ距離が遠いので、なんかそういうポジショニングの工夫というか、あの選手同士の距離感っていうところはオーストラリアはもう少しやっぱ工夫しないと、そのサムカー以外の得点パターンっていうのはこう生み出すのがすごく難しくなってくるかなっていうふうに思いました。まあでもそんな中でもオーストラリアの中盤の、まあ、19、23、11この3人のこのレベルっていうのが以前のオーストラリアの中盤に比べたらやっぱ格段に上がってるなっていうのは感じました。やっぱ随所に質の高いプレーを見せられるようになってきたので、まあ、この3人の中盤力がこう上がったことによって少しオーストラリアも中盤の組み立てっていうのができるようになってると思うので、まあ、ここにその両ウインガーと、まあ、ワントップの選手を絡めて少し崩しがもう少しこうできるレベルにもうちょっとなってきてるんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、その辺のねサッカー理解度が上がっていけばオーストラリアも少しもう少し脅威なチームというか世界大会で本当に優勝を狙えるチームになるんじゃないかなっていうふうに思います。でまあ60分にねオーストラリアはねサムカーが同点ゴールを決めたんですけども、あのゴールはもう本当サムらしいゴールでしたよね。もう本当ボールを奪ってから1本縦パスカウンターでドリブルで運んでいって、まあディフェンダーと1対2の状況だったんですけど、ディフェンダーのを抜き切らずにやっぱキーパーが前に出てるところをちゃんと確認してたので、まあ、それで完全に抜き切らないでその前でシュートを打つっていう選択をして、見事なねこう ループ気味のまあすっごいいいコースに行ったシュートでしたよね。まあ、キーパーもね、まあ、後ろに下がりながらだったのと、まあ、少し前に出たっていうので、まあ、あの高さで、ね、来たらちょっとバックステップ踏みながらね弾くっていうのはすごく難しいシュートだったので、あのゴールはねもう本当に国民中が沸いた、待ちに待ったゴールだったと思います。まあ、サムカーはですね、まあ、大会直前にふくらはぎの怪我をしてしまって、あの第2戦第3戦ってかグループリーグ全部やっぱ欠場してたので、まあ、決勝トーナメントに入ってからやっぱ少しずつ出場時間を伸ばしていって、ようやくまあスタメンで、まあ、この試合出場したんですけども、でようやくね待望のゴールを決めて、やっぱりその、ね、オーストラリアのなんかこう全てをやっぱり背負ってこれまでねあのピッチ内外問わずやってきた選手だったので、まあ、その選手がですね、まあ、ゴールを、まあ、ワールドカップに出場しない、そしてゴールを決めないってなったらね、ちょっとね、うん、いろんなね批判が出たりするところもあったと思ったので、この試合負けたんですけどオーストラリアは、でも国としてはサムカーが
点を取って本当に良かったと思います、はい、彼女自身にとってもそうですし、そのやっぱりああいうスター選手、活躍すべき選手がああやって活躍するっていうのは本当にその子供たちにとってもすごく憧れの存在なサムカーなので、やっぱり彼女の活躍っていうのは今後のオーストラリアサッカーが成長してきたのには絶対に欠かせない、活躍だったので、本当にゴールを決めて良かったと思います。はい、でまあその10分間だけでしたけど、その同点の状態、1時の状態、まあ、そこからねあのロングボール1本あの入って11番のヘンプ選手がね決めたんですけれども、まああれも結局その、ね、オーストラリアのセンターバックとサイドバックの間に、ね、こう抜けてったロングボールだったのかな。で21番がそのボールの処理をできなくて、まあ走りながらトップスピードに乗ってて、多分そのトップスピードに乗ってる、自分の体を操りきれなかったように見えました、スローの映像で見てると。で自分のスピードが先にボールよりボールのスピードを余ってしまって、あのそのスピードをコントロールしきれず止まれず、こう2回空振りしてるんですよね。でそういうシーンがスローで感じたので、まだまだその身体能力は高い選手なんですけど、足も速いし、だそのスピードをこのボールのスピードに合わせる、そのアジャスト力っていうのが、そこをでの処理のミスがこう出てしまったシーンだったのかなっていうふうに思いました。速い選手ってとにかくそういう自分のスピードを操るのが苦手な選手がやっぱ多いんですよね。そのボールのスピードと合わせるだったり、相手のスピードの逆をするだったり、そういったところはあのついていけるポイントなんですね。確実にその足の遅いチームというか、そういう足の速い相手に対しての対策の仕方というか、まあ、あれはすごく、ボールも良かったですし、ヘンプ選手の走るコースも良かったですし、まあ、最後ちゃんとしっかりゴールキーパーとゴールを見て落ち着いて決めていたのは素晴らしかったと思います。で、まあ、その後もですね、オーストラリアは同点に追いつくチャンスはやっぱりあって、81分82分とこう立て続けにやっぱチャンスが続いて、やっぱ手数をかけないのがオーストラリアのやっぱポイントだなっていうのはありましたね。早めにこうクロスを入れたりだとか、相手のミスを誘うねボールを入れたりとかっていうので、結構いい形のチャンスが作れてたので、まあ左サイドから展開して右サイドで途中から入った5番もいいシュート放ってましたし、そのに対するこぼれの入り方はちょっと外から行ってしまってっていうところでね、残念な結果になってしまいましたけど、でまあ84分にまたサムカーがねコーナーキックのこぼれ球をね、こうビッグチャンスあったじゃないですか。決めろよって誰もが思ったと思います。誰もが思ったと思うんですけど、まあ枠に行かずで、まあ、結構思いっきり振っちゃってましたね、難しいとは思いますけどね、あれも合わせるの、けどやっぱ決めてほしかったっていうのはもちろんあったんですけど、まあこうやってやっぱり立ち続けにチャンスが続いたので、まあゲームの流れっていうのは変わっていきますよね、それがやっぱサッカーっていうものなので、流れのあるスポーツなので、やっぱりで、まあこの直後ですね、この1分後にですね、まあイングランドがカウンターからあのね11番23パットつないでルソー選手がねゴールを決めたんですけれども、まあ最初の19番のボランチの選手のこのアウトでこうなんか処理しようとした変なのがあったじゃないですか。まああれで ああいう軽いプレーはやっぱやっちゃダメだなっていうところはと思いましたけれども、まあそういうところの小さなところですね、本当に軽いプレーっていうのは命取りになるというか、よくよくその後に、なのでやっぱりしっかり処理するっていうのが重要です。はい、ということで本当にざっくりとですが準決勝オーストラリアとイングランドの試合の考察をこれで終わりたいと思います。はい、明日はいよいよ決勝です。まだ3決も録画して見れておりませんが、多分決勝を先に見ることになると思います。あと2試合です、ワールドカップもあと2試合ですね。ちょっと時間タイムラグがこれからちょっとあるかもしれないんですけれども、考察動画は必ず上げたいと思いますので、あの楽しみにしてくださってる皆さんはぜひ、あのちょっとね試合終わってから数日経つかもしれないんですけれども、ぜひこの考察動画とですね、あのフル動画とセットで見てくださると、また、の私も嬉しいのですのでちょっとおかしいんですけれども、あの少しでも皆さんがサッカーを楽しめる、より楽しめる、そして少しでも理解が深まるといった、そういうお役に立てればと思いますので、今後ともというかあと2試合ですね、頑張ってやりたいと思います。しかし私も明日は試合です。明日の朝6時に、決勝戦で、明日の夜7時に私たちの試合、ちょっと起きてみるかは微妙ですけれども、まあ、起きてしまったら見るっていう感じですね。あの一応目覚ましは8時にセットしようかなって思ってるんで、朝の
なのでもし早めに起きてしまったら見ますライブで、起きなかったら録画で見るという形ですけれども、はい、そんな感じで残り2試合もワールドカップを楽しんでいきたいと思います。はい、で皆さん、まだチャンネル登録してない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、そしてこの動画のいいねボタンですね、あとはそのファンクラブ会員登録ですね、こちら無料となっておりますので、ぜひ概要欄の方から飛んでいただいて、ぜひぜひ登録の方よろしくお願いいたします。今オフシーズンはですね、ファンクラブ会員限定の、オフ会イベントを考えておりますので、ぜひぜひ今のうちに会員登録よろしくお願いいたします。では皆さん、また